商工振興課の石貝です。皆さん、日立駅前の期間限定ショップはご利用いただけましたでしょうか。3月1日からショップが旧イトーヨーカドー日立店1階に移転し、さらに商品が充実しました。今回はこの期間限定ショップについて詳しくご紹介します。日立これからプロジェクトでは、日立地区で買い物ができる環境の維持や日立駅前のにぎわい創出のため、日立駅周辺の商店会や事業者などと一緒に期間限定ショップの運営や週末にさまざまなイベントを実施しています。この度、期間限定ショップが東高ビルから旧イトーヨーカドー日立店1階に移転しました。早速店員さんにおすすめの商品を聞いてみましょう。食べ物を中心に市内のさまざまなお店が出店しています。柏村ファームの採れたて野菜や SF フーズのおいしいお肉、赤津水産の新鮮なお魚、町庵など市内飲食店のお弁当に、コリン、パステリア、ルリアンのパンやお菓子、どれもおいしそうですね。ここからは赤津水産の船橋さんにお話を聞いていきたいと思います。まず中心になっているのはお弁当、お惣菜類です。こちらはお肉屋さん、魚屋さん、料理屋さんが、それぞれの特徴を生かしたお弁当、そしてお惣菜類を、置いてます。地元で揚がった魚の、お刺身、地魚のお刺身なんかも、その日その日で置いてますので、そういった鮮度のいいものも感じてもらえたらなと思ってます。ぜひお立ち寄りください。お待ちしてます。船橋さん、ありがとうございました。品揃えが豊富になって、ますますお買い物が楽しくなっちゃいますね。お弁当も多数取り揃えておりますので、ぜひご利用ください。今回新しく日用品などを販売する緑屋の永山さんです。一応家庭で使う商品をちょっとある程度のものを選んで並べさせていただいたんですけれど、コロナ禍でちょっと皆さんが気になさっているということで、こういったマスクで不織布っていうことが人気で、あとそれからハンドソープ、除菌系はそうなんですね。あとご自宅の方でしたら、こういう台所の洗剤系とお掃除商品、洗濯用品とか、うちのお店は創業から今年でちょうど100年目に当たるんですね。これも地域の皆様がうちのお店をご利用していただいているおかげだと思って、とても感謝しております。で、今回ちょっとやっぱりご不自由な方々がたくさんいらっしゃるということで、ある程度のお役に立てればと思って、このお店ちょっと参加させていただきました。皆さんもどうぞご利用くださいませ。永山さん、ありがとうございました。今までの期間限定ショップになかった商品が揃っているので、より便利になりましたね。またこれまで取り扱いがなかったお園屋さんの飲み物も販売します。ぜひご利用ください。期間限定ショップは旧イトーヨーカドー日立店1階で午前11時から午後7時まで営業しています。期間限定ショップに来たことがある方もそうでない方も、皆さんぜひお買い物に来てください。皆さんのお越しをお待ちしてます。